はいどうも、ブンケロです。ライブ配信を見てくれた方はご存知だと思うんですけども、ゆうやんと僕は新ブロックを探すために、いろいろ旅をして今、ムーシュルーム島に来ております。で、ゆうやんと次録画するまでに一人の時間ができたので、ここでですね、ゆうやんにドッキリを仕掛けてみようかなと思います。これをこうして、こうして、こうして、こうしてよしで、これ開けたら開くと OK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  ゆうやんがこのマップに入ってきたら、とりあえずここにベッドとかを置いて、ここを拠点にしようと思っています。で、この 1.13 からバージョンアップで、トライデントとかダイヤモンドとかが隠されたスーパー洞窟があるという感じに言って、ゆうやんに探させます。で、なんとかこっち側に導き出します。あったよ、ブンちゃんつって、開ける瞬間に俺はこっちに上がって、ここを降ります。俺こうピュって、そしたら中でやつがテンパる様子が見れると、やつがここでテンパる様子が見れると。 OK、 完璧だな。あたかもここに何か、新しい何かが生まれたかのように。 OK、 よし、それではゆうやんが来るまで待ちたいと思います。みんな、たまにはこういう動画もいいだろ。待っといてくれ。あいつのが聞こえるから。じゃあまた後でな。どうも、ブンケロです。ゆうやんです。メープルパームです。よろしくお願いいたします。ライブ配信で、サンゴブロックを探しながら1時間ぐるぐるして何も見つからず、ムーシュルーム島にたどり着きました。ありがとうございます。ありがとうございます。でね、一応この辺にかまどとか置いてる間に、あっちの方でね光ってたんで、サンゴがあるんじゃないかなって感じです。で、このムーシュルーム島にお宝もあるらしいんですよ。じゃあ何から行く？まずサンゴ行く？まあちょっとあっちの方行ってみようか。で、そうね、なんかそのムーシュルーム島にあるお宝も多分その大したもんがないらしくて、なんか、チェストが置いてあるらしい。普通にあのお宝みたいな感じで。おー、そうなんだ。で、なんか、トライデントも手に入るみたいなんで。へぇ、ちょっと行きますか。ちょっと行ってみましょうか。結構わかりやすいらしいんだけどね、あのお宝があるところみたいな。はいはいはい。とりあえず この周辺に行きますか。よし。え、何ある？え、な、あ、これ、え、トライデントの絵あるぜ。あるぜ。やばやば。すげえすげえすげえ。ちょっと見て見て見て、すごいね。行っちゃってくださいよ。あーざっす。あー、なんかトラップチェストじゃないよねこれ。違うでしょ。あいつの仕業だな、これ。どう、ゆうやん、これ横見て横見て、これさ、牛だけにぎゅうぎゅうはもう勘弁してくださいドッキリ、これ。やめてやめてやめて、開ける開ける開けた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 。邪魔だよ。いや、殺さないで殺さないで、やめて、集めて、殺さないで。これ一生懸命、あいつ腹立つマジで。ゆうやん来るまで頑張って作っとった。くっそ、腹立つ。他のことやっとけや。はいどうも、ブンケロです。今回もみんなの意見で動くワールドで遊んでいこうかなと思います。今回はですね、またドッキリしちゃおうかなと思ってます。前回ですね、落とし穴落として、牛がぎゅうぎゅうはもう勘弁してドッキリをやったんですけども、今回はですね、何もないドッキリやろうかなと思います。何もないの、意味ありげな感じなんだけど何もないみたいなのをちょっとやっていこうかなと思っております。おーや、いや、こっちです。これです。おお、これです。はい、どうぞどうぞ。こわ、なんかこわ、レッドストーンある。どうぞどうぞ。いや、どうぞ。
何これ入ってねえよ。これはバラ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 。なんもなんねん。ここ立って、ここ立って。じゃあ最後ここ立って、レバーやって。なんもなんねん。おい、どういうことや。なんもないドッキリ。おい、ふざけんなよ。ドキドキさせるドッキリ、今回。これ冒頭でやろうと思ったのに忘れとったわ。怖かった、怖かった。ただの一ネタだったのに。怖かった。ただただ怖かった。で、あ、これもちゃんと作るとこ動画撮っとるけど大丈夫よ。さあ、ということでね、ゆうやに伏線が張れたということで、今からシーンのトラップを作っていきたいなと思います。いきましょう。わお。まあ、これを開けると毒のポーションが落ちてきて、で、最後にこれをこう、開けると、あー、こっちにね、最後引き込むのちょっと遅延を出したんですよ。一段だけ最初落ちると思うよね。その時に、わあ、落とし穴かと思ったって思いきや、本当にマグマの中に落とすっていう作戦でいこう。あ、この一回ちょっと止まるのがポイントだね。あー、だだだいってなるけ、多分だだだいってなるはず。よし、それでは奴が来るのを待ちましょう。この間紹介したあの何もない小屋、ああ、何もないドッキリね。何もないドッキリの小屋を再利用しようと思って。はいはいはい。よいしょ。ちょっと、ついてきてくださいよ。はーい。ちょっと、こっち、よいしょ。ここ通って、ここ。どこ？ここここ。そこそこそこ。そこ通ってきて、はい。はいはい。意味はないけどね。ないんかい。いや、ここ。何に使う？何に使おうか。まあ、とりあえず中入ってくださいよ。はーい。いいや、いいや、いいや。はい、これ、はい、ちょっとボタン押してみて。どこで？こ、いや、どこでも、立って、こう、まっすぐ立って。あ、ぶら、ぶらいなぁ。あ、いい。まあ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 。く、今のは序の口なんよ。ああ。ちょっと、ここ立って、ここ立って。もう、たら、そこ、チェスト開けて、チェスト開けて。え、なになに？毒ポ。毒ポじゃねえよ。この間何もないドッキリして申し訳なかったけどさ、ちゃんとしたドッキリにしとこうと思って。申し訳あるわ。あー、もう。ここ立って。ちょー！ありがとう、今まで。元気でな。はい。生きた。嘘嘘嘘出たよ、あの人。嘘だろ、あそこ2段あったのにマグマ登って出たぞ、あいつ。不死身かよ。くそ。おい、いいよ、俺今どこだと思ってんだよ。どこ？エンドポータルだよ。バカ野郎、お前。ふざけんな。それじゃあ皆さん、また見てください。バイ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 。どうも、ブンカラです。最近ちょっと建築とかいろいろして、ゆうやにドッキリを仕掛けれてないなと思ったんですよ。なんでね、今回はね、またやつにドッキリを仕掛けていこうかなと思います。いつもは落とすじゃないですか。でも今回はですね、やつを空中に上げてやろうかなと思っております。それじゃやっていきましょう。それでは今回の説明をしましょう。まずゆうやんがこのワールドに入ってきたら、ブンちゃんどこにいんのって言うと思うんで、今裏山で作業してるよって言ってこっちにおびき寄せます。その間に僕はここに人参をセットして、ここにスライムブロックを1個セットします。で、上に上がってゆうやんが来るのを待ちます。で、ゆうやんが来るまでにここを埋めたりして、ゆうやんをなんとかここに立たせます。で、僕がここにあるスイッチをポンと押すことによって、下の骨粉が発動し人参が育ちます。そしたらこのオブザーバーが電気をバンと走って、ここのピストンを上に押し上げるわけですね。そうするとこっちのオブザーバーも反応して、こっちのピストンを動かして、それがもう交互にドン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 ってなって、上にどんどん上がっていくという仕組みになっております。ということで、成功するか分かりませんが、やっていきましょう。
なるほど。で、ここをスタートにしようと。あ、敵多いな。ちょっと敵殺して。敵やばし。で、まあ、俺を無視すんな。このね、真ん中に立ってスタートしようと思うんだけど、どっち向けていくのがいいと思う？そこに立った時の景色を考えた時にさ、どこがいいかなと思って。山。まあ、おお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 おじゃあ次上に行かしてみたんだけどどう？バカじゃん、マジで。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。早く。この辺で降りれる、これ。それ256まで上がるけど。バカじゃん。ブレーキない系さ。もうバカじゃん、もう今212だよ、まだ。もうまあ、壊せば止まるよ、あの下のスライム。もったいない。なんかいつも下に降りてばっかりのドッキリだけど、たまには上もいいかなと思って作ってみたんだけど、どうかなと思って。あー、ちょっと待って。いや、これさ、あー止まった。じゃあこれさ、たまにさ、なんかバウンドして上にポンって飛ぶんだよ。そうよ、上にピョンピョン飛びながら上がるっしょ。上がるっしょってか、これおい、降りること考えてねえじゃんよ。だっけ、水下に流したんだって。降りれるように。見える？そっち、こっち。そう。マグマの横らへん。ここ。バカじゃん。あんなとこ降りられると思ってんのか、マジで。ここ。いや、ゆうやならここ着地できるっしょ。ドロッパーみたいな。来た。いや、怖え。怖え。マジ怖え、これ。